大河内博士は、日本の元経済産業省官僚。元公益財団法人日本バドミントン、協会国際委員。東、アジアアセアン経済研究センター総長特別、アドバイザー、ブルネーバドミントン協会理事。一般社団法人日本障害者バドミントン、連盟国際委員。インドネシア日本ビジネス連盟顧問。株式会社銀霊サービス特別顧問。 一般財団法人教育文化国際交流財団顧問株式会社官大学の特別顧問立教大学アジア地域研究所特任研究員スマートシールドインターナショナル社ブルネー代表取締役スマートコーティングテクノロジーズ社ブルネー代表取締役東京都出身日本大学農獣医学部を卒業東京農工大学農学部議官 1992年国家公務員、通主義官採用にて、通商産業省勤務を経て、外務省、2013年遺願退官。外交官時代のノンフィクションストーリー、ブルネーでバドミントンばかりしていたら、なぜか王様と知り合いになった。は、ノンキャリア官僚が異国の地で成し遂げた出来事を描いている。2013年ブルネーに移住した。移住後は、財務省からの依頼を受け、 ブルネイ通貨金融庁に対して、日、ブルネイ外交樹立30周年記念として、記念硬貨発行を企画提案し、戦後6件目の法定通貨となる、独立行政法人造兵局の海外受注案件を支援。日本バドミントン協会、モミー・マサト副会長のアジアバドミントン、連盟会長選立候補2011年アセアン支持を得て擁立。 ブルネーバドミントンの史上初となる2016年リオデジャネイロオリンピックのバドミントン選手予選グループ敗退出場を日本バドミントン協会モミー・マサト副会長第21代会長や今井・シゲルマン専務とともに後押ししたスマートコーティングテクノロジーズ社ブルネーの光触媒研究所を国立ブルネーダルサラーム大学内に設置ブルネー政府による 研究開発に対する助成制度、ブルネイリサーチインセンティブスキームを通じて、大阪大学応用科学研究者らと共にカビ止め、サビ止め光触媒を開発。ブルネイ王宮、イスタナルル,ルイマン全面屋根への光、触媒と不事業に採択されたほか、モスク黄金ドーム等への塗布も行った。ブルネイハラルに関する東、アジアアセアン経済研究センター我が国の、 食品産業の海外展開に向けたブルネーにおけるハラル産業投資可能性調査報告書を作成し BMC フードインダストリーズに和のハラル専用工場の設置を支援地方株式会社多実系企業を誘致したマシコテルヒコ参議院議員と共に福島県産の食品の安全についてブルネー側に説明を行いそれまで放射性物質検査証明書を 福島県産を除く日本産食品には産地証明書をそれぞれ求めてきた規制措置をブルネイ政府が撤廃するための後押しをした。経済産業省と熱海市からの要請を受けて2020年東京オリンピックパラリンピックにおけるブルネイの熱海市ホストタウン登録について両国政府当局者間での合意形成のための事前説明や根回しを行った。 ブルネイ観光局や、ロイヤルブルネイ航空の協力支援を受けて、ブルネイでバドミントンばかりしていたら、B、ライフチャンネル YouTube 動画公開している。ありがとうございます。